ご視聴誠にありがとうございます。今日は近江電鉄の彦根芹川駅に来ています。今日はここから京セラ前駅まで乗車いたします。駅前には通勤通学の自転車が並んでいます。今回の動画では自分の自転車を電車に乗せることができる近江電鉄のサイクルトレインをご紹介いたします。駅の外からホームまではスロープでつながっており、階段がないので気軽に自転車を運ぶことができます。ホームにて貴生川駅の列車を待っていると、反対方面普通列車の米原駅がやってきました。彦根芹川駅は一面一線のホームとなっており、両方の列車が発着をいたします。駅の掲示板にはサイクルトレインに関する案内が記載されていました。サイクルトレインでは彦根駅から、また八日市線での乗車はできません。そのため今回は一駅隣の彦根芹川駅からサイクルトレインを利用しています。近江電鉄ではワンマン列車のため乗車位置案内がホームについています。この区間では JR 西日本の琵琶湖線と並走します。スピードでは圧倒的に JR が速くなっています。近江電鉄の軽快な列車接近メロディーが流れています。普通列車の貴生川駅が到着です。使用車両は近江電鉄の800型、元西武電鉄で活躍していた車両となっています。列車のドアが開きましたので、自転車と一緒に乗車いたします。通常自転車を電車に乗せるときは輪行袋に入れて高さや横の条件を守らなければいけませんが、サイクルトレインでは袋に入れずに乗車することができます。輪行袋で移動するときはタイヤ等を外さなければいけないので、とても時間がかかるのですが、何もしなくていいのは気楽でありがたいです。そして何より自分の愛用する自転車と電車に乗れるのはとても旅気分が上がります。列車は高宮駅に到着をいたします。この駅では向かい側に停車している多賀大社方面の列車と乗り換えをすることができます。とてもいびつな形のホームとなっているのが特徴です。進行左側には東海道新幹線が見えます。まさにローカル線という車窓を楽しめるのが近江電鉄線の魅力です。一部の駅では観光案内の放送が流れています。列車は豊里駅に到着をいたします。ここはアニメ軽音の聖地として有名な旧豊里小学校があり、一部のアニメファンから人気があります。近江電鉄は通称ガチャコン電車と呼ばれており、とにかく揺れます。列車は越川駅に到着です。愛知と書いて越と呼びます。列車は越川駅を出てすぐに越川を渡ります。車両前方の窓は開けており、全面展望を楽しむことができます。近江電鉄は単線運行のため、一部の駅で列車行き違いを行います。隣の車両は多いお茶のラッピングがされています。近江電鉄の車両は広告がとても多い印象があります。列車は八日市駅に到着をいたします。この駅からは近江八幡への八日市線が伸びています。この駅で車内にいた大半のお客さんが降りました。列車は琵琶湖学院大学の前にある大学前駅に到着です。まもなく今回降車する京セラ前駅に到着をいたします。列車は京セラ前駅に到着をいたしました。この駅で下車をいたします。この列車は引き続き終点貴生川駅まで運転いたします。京セラ前駅はその名の通り京セラの工場の近くにあります。ごく稀に京セラドーム大阪の最寄り駅と勘違いして来る人がいるとかいないだとか、
ここから自宅まで自転車にて帰宅をいたしました。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。